はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で現在ワールドランク23位ということで、10代まであと少しというところまで来ています。はい、で今日紹介するデッキなんですけど、こちらのハモトーイズで僕の今使っているメインデッキですねを紹介していきたいと思います。以前紹介したデッキとちょっと編成が変わっているので、その変更内容を伝えていきたいなと思っています。で変えた内容なんですけど、多分ラムちゃんと、トリッキーな絵画を入れ替えたのかな。おそらく以前紹介した時はトリッキーな絵画入れてなかったと思うんですけど、この子が青い少年をリーダーにしてる時にすごく相性がいいんですよね。トリッキーな絵画は下手に使っちゃうと逆に相手のメンバー処理切れなくなっちゃったりする場面とかも出てきちゃうので、火力が高い敵とかに関してはなのでなかなか難しかったりするんですが、現状今 GGG とトーイズが一番多くて、その次に JP なのでトリッキーな絵画は結構刺さるんですよ。まあ、トーイズにはまあ場合によるんですけど、 GGG、JP には結構刺さるので、例えば HP 高いメンバーを2体自陣に置かれたとしても、青い少年を発動して1体を背負ってしまえば絵画で確実にそのもう1体の HP 高くて火力が200以下のキャラとかを一撃で倒せるというのがあって、青い少年とすごく相性がいいですね。なのでこの編成にしています。であとは今まで通りかな、クマちゃんとか花人形で火力上げ要因で、ラムちゃん抜いて花ちゃんが回復要因プラス、まあ、HP 生き残り要因でハモメロ最強フリーランスの2体で、屍黒とオーメン剣っていう編成になっています。はい、ということでワールドリーグ潜っていってランク上げていきたいなと、できれば上がっていきたいなと、頑張っていきたいなと思っています。レッツゴー。はい、ということで第1戦目の相手は JP ですね。やっていきましょう。さあ、これはあんまり処理に向いてない手札だが、まあ真ん中だったのでオーメン剣を真ん中に置きつつ、花ちゃん3番でいいかな。なのでオーメン剣ここに置いて花ちゃんを3に差し込みましょう。黒しかばね使いたかったんですが、まあいいでしょう、ここは。まあ、ただ昔は JP にこの配置結構ナイスクイックで結構刺さったんですけど、最近はもう全然ですね。普通にジョーとかじゃなくてもテクターとか、まあ、ブーンとかいろいろ何でもいるので、あ、ただこれは、花ちゃんは 100% 残る。で、オーメン剣がどうなるかってところ、メロディーがいた場合は知られる、それ以外だと残りそう。お、2体とも残りましたね。なるほど。さあどうしようかな。これはバーンでダメージ痛いんですが、ハーモニーを使ってノンドに入れば、あ、でも海外いるからいけるか。まあ最悪青い少年使っていてもあるので、ここはメロディーじゃなくてこれでいきましょう。あ、そっか、これでネネメタは絶対しょれるからリーダー入る。ナイス。真ん中に、まあただバーン状態なんでクマちゃんじゃなくて海外でいこうかな。ここはですね、ここは絵画でいきましょう。ファイティングバースター取っておきます。さあ、まあ今の場合はあんまり絵画の効果関係ないですが、まあ、これは結構盤面固められていい状態なんじゃないでしょうか。でピンチ状態のちょうど入っていないと。さあプロテクター使われて2200で、まだバーン状態継続中なのでここ強く攻められるときついですが、まあ、ただ盤面割と相手もさすがに無視できないと思ったんですが、なるほど、攻めてきますね。ただこれ2体とも残っていた場合は、クマちゃん使って800、1600、ちょっと足りないですね。なんでまあ守りつつじゃなきゃいけない。さあクリボッチ、本当にガンガン攻めてきますね。なるほど、バーン状態切れるとはいえど、ちょっとダメージを痛いのは嫌なので、まあ、ここは屍で真ん中、まあ、自陣固めつつですかね。ダメージは割と入るの で回復もあるから1200なので、まあメイリーフ残したいところだけど、まあ、とりあえずこうかな。いやでもどうせ1体残るのか。
だったらファイティングバースト使ってから決めた方がいいかもしれない。配置を。あ、メイリーフしょっちゃうか。レイバーだったら貝が真ん中に置くもありだったんですけど、ただまあ自陣固めたいので、まあでもクリボッチにしらなきゃいけないってなると、うーん、難しいですね。またレイバーがいた場合がやばいけど、まあ、レイバーいないことを祈るばかりで、どうしようかな。オーメン剣で攻めるか。400ダメージだとまだ相手、ここは攻めかな。ここは攻めましょう。400ダメージだとダメージ量がちょっと足りない感じがしたので、ここはこうしておきます。でまあ1200いかないことを祈る。でまあレイバーなければ基本はいかないはず。なので、ここを相手処理しきるのは難しいと思うから、耐えきれれば勝てるかな。さあセクターで守りなので、これは絶対生き残れますね。で応面剣も2体出てるので、体重ダメージもある。で花人形来てるからほぼほぼいけるはず。さあバキューンじゃない、あバキューンで攻め。さあプロテクター D 大200多分足りますよね。グラファーも2番目いるし、2体残ってますが、花人形を使えば大丈夫でしょう。でバーフと体重ダメージ入って回復もあって、オバケンがそのまま出ると。なるほど。そしたらじゃあ、まあ、花人形を一番配置でいけるかな。いけますね。400、700、1400。 OK。 はい、ということでまず第1戦目勝つことができました。ガンガン攻めてくる JP 怖いんですけど、ギリギリ耐え抜いたって感じですね。さあでランクが23から20と OK。 はい、ということで第2戦目やっていきたいと思います。相手はトーイズで青い少年リーダーなんで、もうほぼ青い少年ミラー対決。早速ここはご主人様になってくれます。まあそうですね、ここは貝が使って花ちゃん真ん中取りしたいけどできづらいので、まあいいでしょう。絵画をここに打って、花ちゃんさんでヘイトを稼いでいきたいところ。まあただ相手も絵画入ってる可能性は大なので、絵画使われて花ちゃんに入っちゃうとすごい強く返されちゃう。まあ、本当は真ん中固めだから屍からのハーモニーとかが最高だったんですけど、まあこの手札もまあ悪くはない。ただ屍からのハーモニーっていう最強の守りがあるので、 HP600 以下だとそれがやりたかった。これですね、これそれが一番いい一番強い返し、相手が HP600 以下の場合ね、10番か12番で置かれた時なんですが、まあでもこれも十分強い。さあラムちゃんで、これは花ちゃんが 100% 残りますね。さあラムちゃんしかもそこか、なるほど。これはどういうことかな。ハーモニー、なるほど、バッキンガム。ただ2体とも残りましたね。これはマスキングデッキかな。バッキンガムが入ってるってことは回復しないようにしたってことかな。あえて多分そうですね、回復させないようにしたっていう狙いでしょう。ここは応援系で攻めます。ご主人様になってくれます。で、まあ、バッキングが入ってるときはマスキング警戒したいので、バッキングを倒しておきたいかな。なんでハーモニーで攻めじゃなくて真ん中取りましょう。いやこっちでもいいんですけど、バッキングが残っちゃうし可能性があるので、ちょっとダメージをだいぶ減るんですけど、いいでしょう。これで真ん中取りします。さあでバッキンガムがどこに入るか、まあ、リーダーの可能性は低い。あ、一番いいところじゃないかな。で200回復できるし。さあで盤面も割と固まってて、マスキング置くポジションも少ない状態になっているのでいいんじゃないかな。デュラハンナイス、打てる可能性ちょっとある。さあマスキング、それだと1番3番のキャラがなのでたまらず、そうですね、これはおそらく1か3のどっちかを倒したいんじゃないかな。
さあハーモニー倒し、これで200回復しますね。また尻拭いは私がします。さあでマスキングその位置だとはなちゃんかトイモンじゃなくてなんだっけ、大面剣のどちらかは残りそう。おそらくもうノータッチで来るんじゃないかなですね。ノータッチ、あ、一応伝わってきた。さあこれは悩みどころだな。ディラファン使えないので大面剣に絵画でリンクするか、大面剣ノータッチになっちゃう。まあただまあそうだね、なんでここかな。ダメージ量は少なくなっちゃうけど、いやこっちでもいいかな。いやでもこれ大面剣に行かなかった場合大面剣倒せなくなっちゃうので、でディアハンが少し怖いからこれで行きます。あ、大面剣に行くか。さあでこの場合どうしようかな。まあダメージがまだ2200ある、あ HP が2200あるので攻めでもいいかもしれない。うん、ここは攻めましょう。さあでまだファイティングバーストも残しているので、ここでの、800ダメージはでかい。残り相手1000で大面剣もいるので800って感じかな。でこれで花ちゃん残りで大面剣処理だとまた回復できる。さあ大面剣が、ああクマちゃん処理か、なるほど、意外な処理だったけど200回復ナイス。花ちゃん残すとこういうのが厄介ですよね。さあ花人形来たので1000は行きますね。なので回復されなければ届く。さあバッキンガムで攻めてきて花ちゃんは倒しに来た。ただ大面剣をどうするのか、回復されなければ花人形でいけるので、回復されない OK、 これは花人形ハーモニーでいけます。さあ両面剣の体重ダメージも入るので800残り、なので花人形1番からのハーモニー5番、4番でいきましょう。 OK2 連勝。いやー緊張するな、1試合1試合が。でハーモニーここ置いて OK。 さあランクがいくつになるのか、多分10代には入れますよねと思うんですが、どうだろう。さあギブアップということで2連勝ナイス。でランキングが4連勝で20位からの13位、 OK。 その前も結構勝ってていっぱい負けて下がった感じだったので、あの13にいたんですよ最初、なので戻ってきたっていう感じですね。はい、ということで今日はハーモニートイズを僕がメインで使っているデッキですねを紹介してみました。以前紹介したデッキと少し編成内容が変わっていたので、それを紹介したいなと思って動画を撮っています。でこの絵画ですね、絵画を採用している理由としては青い少年とすごく相性がいいってことで採用にしています。かぼちゃとかと合わせても強いと思うんですけど、その場合だとたまに事故ることがあったので、試してる時に、相手がトイズとかアスクリの場合、逆に絵画を使わないと、あ使うと倒しきれなくなっちゃうシーンとか、真ん中を取られきっている状態だと絵画がうまく機能しないとかっていうシーンがあったので、なのでかぼちゃとかニロで合わせるよりは青い少年で合わせた方がダントツ相性がいいので、もし絵画を使いたいでも処理が追いつかないっていう場合は青い少年をリーダーにして絵画を使うといいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回の動画を見てください。バイバーイ。